ラストソロで行こうぜ。ラストソロで学校、おい、学校100人で行くべ。おい、締めべ、それで。前回俺、97位だったから、学校100人で投稿すべ。殴り合おうぜ、学校でよ。加藤ジェジの友達100人で、キルかなな。キルがキル。K-I-L-L な。100人で、うんこニコニコの、あれだから。折りすぎて重くなってる。よーし、それでいいんだ。おーし、それでいいんだ。 B29 出たね、今日も B29 現象が。俺一番じゃね。絶対まともに動かない。俺自信あるわ、まともに動かない。ズワー、一番決めようぜ、俺たちでよ。バカ正直に降りやがって。俺はこの小さい小部屋行くんだ。バカ、そこは俺のスポットだ。そこ俺の場所。ここは一番最初の俺の場所なんだ。おい、てめえ、ここ、なんで武器持ってる。おい、武器持ってる、待ち受け持ってるやつがいる。待ち受けがいる、待ち受けがいる。ちょっと待って。お前ら全員武器取れてねえじゃねえか。待ち受け持ってるやつがいる。くそ。よし、おう。やばい。よし。トップ50、トップ50、トップ50。あ、やばい。武器持ってないですけど。やれ！何も。あ、待って、それダメ。殴れ。よし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 。やばい。よし、40まで来た。お前らイモるなよ。どんだけここいいんだよ。おい、闘技場になってんじゃねえかここ。ここ闘技場になってんじゃねえかよ。出自が違うぞ。俺みたいにちゃんと男らしく戦えや、男らしく。いや、こいつ強すぎる。これトミーが持ってやがる。でって最後拳と拳の戦いになるし。うわ、俺もそれやればよかった。最後のピョって顔出して殴りかくっそー。それやればよかった。お、しかもこいつ武器持ってる。こいつなんだ、こいつメリケンサック持ってんだけど、なんでなあ。お前すげえな。お前が得たものはそれだったんだな。来た。何この争いなあ。この低レベルの争い。何この低レベルの争いは。武器取れたやつの勝ちじゃねえか。お前まだやってんのか、ここで。あ、車持ってるやつもいる。拾ってきやがったな、この周辺で。さあ、残り20名まで絞られました。お、いい位置に隠れてる。いい位置に隠れてるね。
殴り合いの、ただの子供の喧嘩。子供の喧嘩の行く末を大人代表として俺は、おお、リーンしてる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 。こいつは、なかなか、つわも、お前、お前、守り切ったんだな、お前の家を。ここお前落ち着くの、なあ。なあ、お前ここ落ち着くの、なあ。お前ここ落ち着く。あ、ここ落ち着くんだ、やっぱ。ここお前の場所だ。死んでも守れよ。お前の場所死んで、ああ取られた取られた取られたぞ、おい取られたぞ、お前の場所おい、許せない許せない、ああすげえ、昼間のパパはちょっと違う。千の利休だ、しかも、あ、こいつ千の利休だ。昼間のパパはちょっと違うな。昼間のパパはちょっと違う。さあ、このくだらない争いも、あ、ただこのまま逃げ延びていても縁はじわじわ迫ってくるぞ。お前めちゃめちゃいい武器持っとるやん。くっそー、俺もトップ35ぐらいまでは残ったんだけどな。しかも1キル取ったからな、俺この激戦区に降りて。ちゃんとした PUBG やってるやつもいる、ここに。ここでお知らせです。ちゃんとした PUBG やってるやつもいます。ふざけてばっかりじゃありません、うちのチームも。あ、くくりに残ってんじゃん。あー、やられた。うんぴ持ってたんだ。こいつ強え、ショットガン持ってる。いいね、いい場所だね。さあ、残りそこは11人。加藤純一界最強を決める戦いも、いよいよ佳境となってまいりました。さあ、屋上の喧嘩ナンバーワン決定戦決まったけど、こいつはどうやって下に降りるんだ。こいつはどのように下に降りていくんでしょうか。それも見物です。あ、いいところ隠れてるね。ただ武器持ってねえよな、多分な。で、わかんねえぞ。もしかしたら弾がなくなって、最後の最後で拳と拳の殴り合いになるかもしれない。お前、パワー満タンで生き残ってるやつがいる。あ、昼間のパパは、昼間のパパやられてた。あ、千の利休やられてる。あ、いた、あ、千の利休いた。千の利休じゃなかった。なんだこいつ、お前名前なんだ、領事。お前すげえな。お前ここを守らせたら多分ニコ生で一番うめえな。お、動き出した。ついに決意した。決意した、決意した。決意した、決意した。決意した、こいつの行く末を。あ、投げた、投げた、投げた。すげえ。お前すげえ。何その意志力。勝ち続ける意志力。ちょっとこいつを追っていこうか。何がお前をそうさせる。何がお前の拳を揺らせる。いけ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 、やれるやれるやれるやれ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 るやれる、あー、惜しい惜しい。ただお前という男がいた、お前という男がいたこと俺は忘れねえ。これが勇者の亡骸だ、見ろ、くしゃくしゃだろ。お前という男がいたこと俺は忘れねえ。男らしさを学んだ。ショットガン相手に拳で突っ込んでくんだぞ。これ気づいてないの？バカじゃん、こいつはただの。間抜けもいます、かと思えば。あんな男らしい奴がいるかと思えば、うちのコミュニティはこういう間抜けもいます。ただのバカもいます。皆さん、安心して参加してください。今後も俺の放送に。こういうバカもたくさん兼ね揃えております。いろいろ端から端まで全てうちの放送は、ね。取り扱っておりますので、ぜひともご参列ください。あ、千の利休生きてる。千の利休ガチプレイヤーなんじゃないか。あ、違う、こいつだ、さっきの場所守ってたの。あいつ、こいつ、ダブルだ、こいつ。違う、俺がさっき見たのは確かに千の利休。昼間のパパ、ここに。新しい家族を見つけたんだな。新しい居場所を、新しい場所を見つけた。こいつ強いね。HP 満タンに残ってるよ。しかも武器ガッチリだぜ。武器ガッチガチやぜ。いいね。ここが膠着所。ねえ、こいつ、このサンバガトリオがどうなるか見とこうぜ。こいつが、こいつらがさ、どういう風にさ、どのタイミングで決着つけるか見ようぜ。逆に。このバカどもが。
このずっこけ兄弟、それかもしかしたら俺の知らないところで達人の前で戦ってるのかもしれない。あのナメック星のクリリンとご飯みたいにさ、目つぶってさ二人で打ち合ってんのかもしれない。すごいレベルの高い試合なのかもしれないぞ。なかなか見れねえぞ PUBG で。学校で、お、動いた、動きがあった。達人たちのさあ縁が迫ってくるぞ。攻めなきゃ、ま、きききき、ん、なんだ今何か物音がしたぞって今気づいたな。あ、なんだ近いぞってこいつが、バカすぎる。奇襲かけた、奇襲、奇襲。さあ残り5秒、サンバカトリオにふさわしい死に方でした。さあ残すところは5人、まだ残っています。素手の千利休、お前回復アイテム持ってんのか。おそらく持ってないだろうな。なんでお前さ、この状況で武器も何も持ってなくて、おそらく回復持ってないのにそんな堂々としてられるんだ。お前は、お前から学びたいことがある。なぜお前はそんな堂々としてるんだ、教えてくれよ。お前のその堂々たる様を、理由を教えてくれ。お前はなぜこの状況で動かない。まさか自分の指揮を指してるのか。達人の前なのかもしれない。こいつ動かずして勝つ気だ。もしかしてあるぞ、おい奇跡の鈍感あるぞ。こいつらがやり合って、あー、ヤコタさん、え、まさか全乗り級、まさかの優勝。これが男の戦いだったのか。足らねえ俺にはまだ。そこまで、そこまで予期していたとはな。あっぱれだよ千利休、お前の勝ちだよ。お前名実ともにチャンピオン名乗っていいぞ。お前が今日からこの学校の番長だ。おめでとう千利休、お前がこの学校の番長だよ。